演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、メインストップの焼き鳥3種類とちょっとあれ、あといろいろ買ってきました。3種類買ってきました。レジ横スナックですね。ミニストップの焼き鳥は七味唐辛子がついてますね。これなんか、これ珍しいですね。タレとかはあるけど、いや、てかタレかかってますけど、これは楽しみですね。七味唐辛子食べるのどうなんでしょう。では、はい、唐辛子かけてみました。ではいただきます。そんなに変わるってもんでもないですね。ただやっぱりちょっとピリッとくるかなぐらいです。なので意味あるのかな、まあ、何よりはあった方がいいかなぐらいですね。焼き鳥としてはお肉の旨味がジューシーでどれも美味しかったです。最初に食べるネギ、まあ、ネギの食感もきっと良いと思いますね。皮はちょっと脂身があって旨味が凝縮していました。そして残る1本はももですね。もももジューシーで噛み応えがあってとっても美味しかったです。焼き鳥はすべてこちらの点数とさせていただきます。それでは続きまして、ちょっと手際がありました。こちらフランクフルトです。ファミマ、ローソンとはまた違うんだろうな。これいただきます。フランクフルトはジューシーなウインナーの中にパリッとした食感があって、基本を抑えているフランクフルトといった感じですね。まあここまで飛び出て変わったというわけではありませんが、普通に美味しかったです。そして2つ目のはグリルチキン、あ、チキンステーキだったかな、どっちか分かりませんが、まあ、照り焼きの甘辛いタレがジューシーな鶏肉のうまく合わさっていて、噛んだ瞬間に鶏肉の味と甘辛さが口の中にぶわっと広がってとっても美味しかったです。フランクフルトはこちら、グリルチキンはこちらの点数とさせていただきますね。危ない危ない。で最後に食べたのは辛口マーダーチキンなんですが、結構これビリビリビリ口の中にいきますね、刺激が。なのでものすごく好みが分かれそうですね。辛いのは好きな方にはおすすめできますが、もちろん苦手な方は避けた方が無難ですね。好みが分かれそうなのでこちらも点数とさせていただきます。ミニストップのレジ横もやっぱり美味しいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分塩塩、一度には買ってこられなかったのでこちらの商品も買ってきました。ミセストップのこれがケチャップついてますね。ファストフードでなんかよく見ますが、よくってことでもないか、コンビニだと珍しい気がしますね。ではいただきます。ジューシーチキンは他のコンビニと比べてこれが取り出しが違うというような感じではなくて、まあ安定していれば安定している、悪く言えば無難かなというような感じです。まあ無難が悪いかどうかは、ただ辛口チキンの方は結構後から刺激が来ましたね。あれ結構好み分かれそうですね。というわけで辛チキンがこちら、そして通常版はこちらの点数とさせていただきます。そして次のクランチーチキンです。こちらは衣がすっごくザクザクしていて、これは本当にここでしか食べられないような特徴ある商品だと思いました。ザクザクとした心地よい音が他のチキンにはない独特な食感、楽しみを与えてくれたのでこちらの点数とさせていただきます。音も楽しいですね。ではいきまして、ミニストップのこちらの X フライドポテトという独特な形のフライドポテト、これ気になってたんですよね。ではいただきます。最初の X フライドポテトは本当にその名前の通り X の形になっているので、ちょっと口の中に入れた時の感触も普通のフライドポテトと違って独特な感じがして楽しかったですね。味自体はまあ普通のフライドポテトと変わらないかなという気もしましたですが、形で楽しませてくれたのでこちらの点数とさせていただきます。2つ目のハッシュドポテトは一口サイズで食べやすくコロコロしていて、外側はカリッとしていてとっても美味しかったのですが、
もうちょっと、もうフレーバーとかあってもいいかもしれないですね。というわけで、こちらもこの点数でいただきます。そして最後のスパイシーポテトは、スパイシーと言われるにはさっきのチキンに比べるとちょっと刺激が弱いかなというかイメージがありましたので、こういう点、つまり刺激を求める方には物足りないかと思ってこちらの点数とさせていただきます。刺激、分量は難しいですね。ミニストップは本当に食べる機会がなかなかないのですが、こういう機会に食べておきたいですね。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分減塩、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。